プリアンに、すっごい重要なことで、めちゃくちゃ大切なものを、言うって言いましたね。あ、イエローをもらったのは恋ではないです。実はね、北九州の、サイドバックの選手、予想では乾選手っていう話だったんですけど、左の岡田選手ですね。もうこの二人も超攻撃的なんで、週明けのミーティングでね、フリアンに、すっごい重要なことで、めちゃくちゃ大切なものを、言うって言いましたね。で、相手は、それこそね、J3 トップレベルのサイドの選手、両、サイドバックも、ウィングの選手も。だから、守備で貢献してくれと。なので、守備のね、貢献ですけど。全然この、僕の中では、あれで、僕が一発目で、あれでイエローかって思うとき、なんか悔しさも残る部分もありますけど、そのぐらい厳しく、その前のプレーで、ちゃんとね、相手にもかけずに、スライディングして、ゴールキックにしたシーンがあったんですけど、そういうような守備の厳しさっていうのは、特に言われてた部分でもあったので、そういった中で、チームがこの4回目のファールだよっていうのも、またチームを代表してもらったというような、感じだと僕は認識してます。その時のね、審判との話ではね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。次の動画を楽しみにしてください。ではまた、バイバイ。